早駒ごま運慮株式会社は、兵庫県神戸市中央区の海運会社。神戸港、瀬戸内海で、隠し港湾サービスを手掛けており、遊覧船事業は、神戸シーバスと名打って、サービスを手掛けている。神戸港を中心に、A 船業、つなぎり船業、旅客船業、警戒船業、海上防災業など隠し港湾サービスを提供している。年に、 渡辺白地により早駒組として、長田区駒林で創業、土佐商船専属の船内、沿岸利役及び陸創業を担う組織として、発足した。1907年には、つなぎり船業に、進出。1946年には早、五万んゆ会となり、通船業に進出した。1947年に、沿岸利役とつなぎり船業、通船業を分離した後、 1950年に早、駒ごま海床株式会社を設立した。1956年には、引き船業へ進出、鹿間、ま、水島、メガ、加古川へ順次、出張所を開設、東京事務所も開設された。1973年には、警戒船業へ進出、中途っ中央ビルの竣工に合わせて、本社を移転した。 1993年に六甲アイランドとハーバーランドを結ぶ海上バスを運行した後、1996年には遊覧船業に進出、神戸シーバスの運行を開始した。2014年に、そご神戸店にて開催された、ファッションドール、バービーのデビュー55周年を記念した、モードオブバービー店にて、神戸シーバスの制服を着用したバービーが展示される。それをもとに、 セーラーカラーをモチーフにした T シャツ、ボーボー T シャツを作成。2016年より販売開始。2017年の神戸港、開港150年には、日本最古の近代河川トンネル、港川水道で熟成された、純米中、酒フロム神戸港、神戸主神館と神戸風月堂とのコラボレーションによって開発、販売。さらに、 そこからできた酒粕を使ったドラ焼き、神戸小ドラ焼きを開発、販売した。2015年より指揮者の佐藤豊が芸術監督を務めるスーパーキッズオーケストラとの交流を開始。2016年にグループ会社の HKM エンタープライズ株式会社を設立し、2017年より スーパーキッズオーケストラの OBOG で構成されたオーケストラのスーパーストリングス神戸をプロデュースしている。スーパーストリングス神戸は2017年12月27日に神戸新聞松果テホールにて第1回定期公演を行った。2018年には流通科学大学女子ラグビー部を母体とした女子ラグビーチーム神戸ファストジャイロの経営に参画。2019年には 一般社団法人化としている。中途帝中央ターミナルカモメリアを発着する60分、または90分間の神戸港遊覧航路を運行している。2021年現在は遊覧船ボ、ーボー神戸が就航し、11時から18時30分まで5便が運行される。乗船料は大人1800円で、最終便の90分コースは300円増しとなり、 モザイク大観覧車、神戸ポートタワー、神戸海洋博物館とのセット券も販売されている。通常運行の他に、ゴールデンウィークやオーボンなどの連休に合わせて、夜間の特別運行を行っている。船の貸し切りサービスも行っており、また、戦場にて、各種イベントを定期的に開催している。ファンタジー号、神戸シーバススーパーストリングス神戸。ありがとうございます。